マスチゴアメーバカはミトコンドリアを書くアメーバ様生物からなるとが、淡水環境の不定中で自由生活を送るマスチゴアメーバと動物の長官で語り強制をしているエンドライマックス及びヨダモエバの計三族からなる。通常は弁毛を一本持ったアメーバで淡水環境の不定中に生息している。 規定固定から微小管が細胞核を取り囲むように円錐状に配列している。一方で動物の腸管に生息するものは弁毛を持たない。古典的には、弁毛中アモン動物性弁毛を無質なね、弁毛を注目にところ属していた。分子系統解析に基づきアメーバ動物門、アーケアメーバズナペロミクサ目のところ属となっている。 マスチゴアメーバ化はミトコンドリアを書き弁網を持つアメーバの三族を含んでいたが、分子系統解析によりマスチジェラ族はペロミクサ化に移され、その一方で弁網を持たずエントアメーバ化に属していたエンドライマックスとイオダモエバが組み入れられた。マスタギーナ族は分子情報がなく一致不詳である。したがって現在以下の三族からなるが、系統的には マスタガメーバの大型紙を含む系統 A と、それ以外の系統 B とに大別されており、マスタガメーバ族の整理が必要とされている。ありがとうございます。